どうも皆さんこんにちは、イーサフトです。まずはねこちらを見ていただきたいんですけど、今回のハガレンコラボガチャ10連を回すと、このハガレン交換チケットかな、スペシャルチケットっていうのを、まあ、1枚もらうことができるんですね。でこの交換所の中にはなんとですね、マスタング大佐がいるんですよ。でしかも2体、まあ、僕はちょっと2体交換しちゃったんですけど、なので、まあ、10連でチケット1枚もらえるので、実質マスタング大佐が1体確定ガチャみたいな感じなんですね。まあその他にもね結構魅力的なものがあるんですけども、僕は今回大佐に使ったんですけど、今回はこの大佐をというか星5を2体で、まあ、スパトラまで取る方法をねご紹介していきたいと思います。この前ね掲示板見てて、まあ、その中に意外とね星5を2体でスパトラを取る方法をご存知でない方が多いみたいなこと書いてあって、あ確かにと思って今回ね動画にしようと思ったんですけど、じゃあまあどうやってやるかというと、星5 2体、そしてオール期限を2個必要とします。でまあちょっとそれをね実践でやりながらやっていきたいんですけど、大佐をね使っちゃったんで、今回僕は4体ぐらい余ってるこのスファイサリスをねちょっと使ってやっていきたいと思ってるので、まあ、一旦、全部、鍵外して、ファイサリスを、保管庫から、出していきたいと思います。で、今回、このファイサリスをね、4体使うんだけど、まあ、2体はね、期限に変換するので、実質、ファイサリス2体と、まあ、期限2個、オール期限2個とちょっと思っていただきたいなと思います。じゃあ、出たね。そしたら、じゃまずは、何をするかっていうと、星7を2体作りたいと思いますので、まあ、ちょっとそこまでやっていきたいと思います。はい、じゃあね、ファイサリスをとりあえず星6を2体作ってみました。で、そしたらまずは、まあこのね、ここの期限を、まあこうオール期限と置き換えていただいて、まあちょっとね、やっていただきたいんですけど、まあ、まずこれで星7を1体作ります。まあファイサリスの期限を1個使って、星7のファイサリスを作成しました。で、これが今1体、ファイサリス星7ができましたね。で、そしたらもう1体やるんですけど、知らなかった。期限って同じこのね、期限を2個持てないみたいなんで、1個消費してから、まあ、もう1個作るみたいな感じなんですよね。で、まあ、ファイサリスの期限が、まあ、もう1個できましたと。そしたら、またね、さっき星6だったファイサリスを、期限使って星7に覚醒させます。まあ、今実質、まあ、2体のファイサリス、まあ、星5が、まあ、2体で、まあ、星6までどっちも上げて、で、オール期限を2個使って、2体の星7をこういう風に作りますと。で、2個作ったら、今度は、この作った2体を掛け合わせることによって、スパトラ 100% ができるんです。で、じゃあちょっとやっていくけど、ファイサリスと、今作ったファイサリスね、もうパーセンテージは00で101の今作ったファイサリスと、こっちも同じで、今作ったニューがついてるね、ファイサリスやると、まあ、見ていただきたいんですけど、こんな感じになるんですよ。ね、すごくない？トラマス 5% のエスパトラが 100%。まあ、なんでかっていうと、まあ、実質星7って星5 2体だから、こういう感じになると。だから、本来であれば、スパトラ獲得するまでに星5って、まあ、4体実質必要だと思うんですよね。1体、まあ、オリジナルがいて、期限用の1体がいて、まあ、2体スパトラ用がいるみたいな感じなんですけど、これを使うと、まあ、2体だけで、まあ、てか、オール期限を使うと2体だけで、スパトラ獲得まで持っていくことができるので、これはね、非常に便利だと思うんですよ。絶対もっと知ってた方がいい知識だと思うので、今回はね、ぜひお伝えしたいなと思いました。いや、皆さんもね、多分もったいな、僕も結構無駄にしてたんですよ。無駄にしちゃってたから、まあ、皆さんはね、まあ、ちょっと早めに気づいていただければと思って今回こういう動画を、まあ、ちょっと作ってみました。で、まあ、今日からさ、新しい新降臨が来たんだけど、ちょっとやった感じ、まあ、難しいよね。だから、明日とか、ちょっと頑張って攻略していこうかなと思います。皆さんもぜひね、攻略やっていただければと思います。じゃあちょっとせっかくなんで混ぜていきましょう。ファイサリス2体を混ぜることによって、で、50% のね、トラマスももらえるし、こんな感じだね。5% スパト、トラマスが増えて、スパトラを獲得できる。で、なおかつ 50% のトラモグももらえると。いやー、うまいね。皆さんもぜひ、活用していただければと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それでは、さよなら。